今朝のスピーチとしておられますね。じゃあ、宣伝をいたしますので、ぜひ、受け止めていただけたらと思います。じゃあ、私の先にこれから、宣伝を授けたいと思います。今日、私は吾妻さんに父と子と聖霊の御名によって宣言を授けます。アメン。私はあなたと共にいます。そして永遠にあなたを救います。イエス様はそのようにしてあなたを救ってくれました。アメン。おめでとうございます。じゃあ、もう一回ね、祝福を祈りたいと思います。天のお父様、あなたさんが今イエス様を信じとともに宣言を受けられました。どうぞ、これから、しばらくはインターネットでなさるかもしれませんが、あなたさんの信仰生活をこれからも楽しんでくださいますように心からお願いします。あなたの祝福が豊かに今日ここで出会いを、そして救いの恵みをいただいたことを心から感謝し、イエス・キリストの御名によって祝福してお願いいたします。アメン。会えただけでも嬉しいですね。ありがとうございます。なんか毎週こう会えるので、もうやっぱりこう今まで一般の人とこう礼拝とかやったことがなくて、ちょっとなかったので、なんか話して話もこう勉強できない。そうなんだ。でもやっぱり、そういろいろ見てみたいね。やっぱりこう、なんて、明るいし、っていうのもあって、自分のこう意識で勉強してきたこともやっぱりあってたんで、再確認できる。そういうことで、ちゃんとした。嬉しいですね。メールもうちょっといっぱい書いてくれたらよかったね。書きたかったんですけど、名前とあれだけでって書いてあった、それだけでもいいけど、なんか書きたいことか、祈ってほしいことあったら、ぜひ書いてもらってね、また引き続きね、ありがとうございます。ね、またね、はい、また来年、一番来てください。来ます。その時に、私もまた来ますので。ありがとう。じゃあ。また会いましょう。